DC ウィークリーチャンネルです。トレイルランニングのウェブサイトドクサーキャラバンのコラム DC ウィークリーから今週の内容をお伝えしてまいります。ご案内しますのはドクサーキャラバンの岩佐です。今日はですね、2020年7月23日の DC ウィークリーを見ていきたいと思います。先週はロシアでゴールデンリングウルトラトレイル、そして関西ですね、京都府ですけれども牛松山バーティカルレース、スカイランニング近畿選手権の大会が開催されました。それでは見てまいります。それではまずゴールデンリングウルトラトレイルです。このゴールデンリングウルトラトレイルはですね、ロシアですね、ロシアのウラジーミル州スーズダリというところで開催されたレースでありまして、ウルトラトレイルワールドツアーの今年初めて入ったレースなんですね。ただご存知の通り、今ウルトラトレイルワールドツアーのシリーズ戦はいずれも中止が続いています。3月にですね、3月の初めにトランスグランカナリアですね、開催されて以来ですので、久々4ヶ月以上空いてかけての久々のウルトラトレイルワールドツアーのシリーズ戦となりました。107キロの距離のレースで、累積獲得高度が771メートルということですので、7700じゃないですか、771メートルということなので、かなりあんまりフラット、結構フラットなコースということですね。今写真ご覧いただいてますけど、こんな感じで、草原のようなところ、森の中、そういったところを走るコースのようなんですけども、写真なんか見ますとですね、結構泥であったりとか川であったりとか、かなりワイルドな雰囲気のトレイルのレースのようであります。それでですね、こういった感じですね。こういう感じでこう、よじ登っていくようなところも途中にはあるという、そんな大会になっております。で、この大会、今年優勝したのは、上の段がですね、コンスタンチン・イワノフ選手、8時間53分。そして下の段が、女子優勝のアントニーナ・ユシーナ選手ということでありました。いずれもロシアの選手ですね。なかなかちょっと海外からこのロシアに行くっていうことは今ちょっと難しい状況かと思いますので、このロシアの2選手がそれぞれ優勝、いずれもコースレコードを更新したということだそうですので、やっぱりこの今年はこのロシアの国内でもこのゴールデンリング、ウルトラトレイル盛り上がったんじゃないかと思います。ウルトラトレイルワールドツアーのシリーズ戦、ゴールデンリングウルトラトレイルでした。そして続いてはこちらの大会。今度はアイスランドですね。これなんて読むか、ロイガベーグルウルトラトレイルですね。アイスランドで開催される55キロのトレイルランニングレース行われました。さすがアイスランドというだけあって、荒涼とした植物とかがないようなですね、こういう感じの見晴らしのいいトレイルのようですね。55キロのこのロイガベーグルトレイルっていうのが、こう有名な、ハイキングコース、トレイル、ハイキングトレイルということになっているそうなんですけれども、そのコース上で行われたレースということであります。で、このコロナの中でも、この大会は予定通り開催されましてですね、優勝したのは、リトアニアのバイダス・ゼラビス、4時間27分。そして女子はアイスランドのランベイグ・オズトッティール選手ということで5時間ちょうどということでありました。このバイダス・デラビス選手はですね、私も何年か忘れたけれど、2017年だったかな、トランスグランカナリアにですね、彼がかなり上位、3位だったか4位だったかで入賞したと思うんですよね。それでこの名前は聞き覚えがある名前です。バイダス・デラビス選手、リトアニアのトレイルランナーが男子優勝というなったロイガベーグルウルトラトレイルでした。さて、それもご覧いただきましたけども、牛松山バーティカルレースであります。で、こちらはですね、京都府亀岡市ですね。最近その亀岡、亀山城というのがあってですね、これが明智光秀が築いたお城という
ことだそうで、靴って意味でもこう注目高いと思うんですけれども、まあ、その中にあるその牛松山、標高636メートルの 牛松山を山頂をフィニッシュとするコース、距離2キロで累積が464メートルということだそうなんですけれども、まあ、このコースで行われました。で、このレースがですね、スカイランニングの近畿選手権ということになっていまして、まあ、2キロ464メートルバーティカルゲインのコースを、まあ、1回登った後、もう1回降りてきて、それから2回と、もう1回もう1本走って、その合計タイムで、この近畿選手権のバーティカルということになったそうです。まあ、スカイランニングの公式戦というか、こうタイトルがかかったレースというのはずっと、ね、中止が続いてましたので、まあ、今シーズンで初開催ということになりますね。で、女子のレースではですね、優勝したのは西岡真希さん。西岡真希選手が、1本目、2本目ともですね、後ろに続いた立石優子さん、優子選手、そして吉住優里選手を大きく差を1分半以上という大きな差をつけて、合計タイムが41分38秒ということで優勝しました。で、この西岡さんという方、ちょっとスカイランニングファン、トレイルランニングファンの間でもまだあまりお名前聞いたことないと思うんですけれども、このトライアスロンでですね、活躍されているアスリートなんですね。関西にお住まいのようなんですけれども、昨年の宮古島トライアスロンで、のですね、2位になったりというような感じで、こう、トライアスリートとして活躍されている西岡真希選手が、このスカイランニングにデビューして見事優勝と。で、2位についたのは立石優子さんで、3位は僅差で吉住優里選手と、優里さんということなんですけれども、まあ、2人との差3この、こう続いた2人との差は3分だから合計で3分ぐらい差が開いてましたから、かなり、大きく差をつけたなという感じで、新しいこう実力を持った女子選手がまたスカイランニングにデビューしたということでした。一方、男子の方は、こちらも近江龍之介選手、もうスカイランニングの方では、まあ、ユースの方から活躍を続けている近江龍之介選手が33分47秒で近畿チャンピオンということになりました。で、2位に続いたのは36分7秒ですね。まあ、2分20秒ぐらいに差が開いてますけれども、宮川智文選手。で、3位に二俣慎選手と。ということで36分17秒ということでありました。まあ、新しい選手、若い選手、若手の選手がですね、こう活躍がこう印象に残ったこの牛松山バーティカルレースということでした。はい、続いてトレイルランニングニュースのお時間でございます。まず最初のニュース、フィールズの大会再開へということであります。まあ、フィールズといえばですね、まあ、いろんな各地で魅惑的なトレイルランニング大会を開催されてまして、まあ、トレイルランニングの黎明期というか、まだあまりトレイルランニングという言葉がまだ少なかった、あまり使われてなかったような時からですね、トレイルランニングの大会をあちこちで開催されていらっしゃいますよね。私自身も、まあ、例えば菅平であるとか美しが原といった大会は自分でも、まあ、あとは信州戸隠とかですね、私自身でも走ったこともありますし、取材などもさせていただいたこともあります。まあ、そのフィールズさんの大会もですね、まあ、コロナ禍によってですね、まあ、中止とか延期といったことが続いていたんですけれども、先日ですね、このフィールズの野山さんの方がメッセージ、ウェブサイト、Facebook の方に出されましてですね、まあ、7月以降ですね、いよいよ大会を再開しますよというお知らせを発信されました。この後、この後の予定で見るとですね、まあ、立山登山マラニック、こちらが8月の29日に、富山県でですね、開催予定であったり、まあ、菅平が10月11日というふうに、これはまあ予定通りですし、その他にも、手稲とか信州、戸隠、美しが原、おそら館といった大会は、まあ、延期とか中止になってたんですけども、秋に改めて、まあ、開催するということが発表されています。まあ、この間、ちょっとこういった大会がなかったので、ぜひ秋は、こういう新たに開催される大会、楽しみにしたいと思います。フィールズの大会、いよいよ再開と
ということでありました。あとそれからこのフィルさんの方では、この秋から冬にかけてこう千葉の方でこうシリーズ戦やるというようなことも発表されてましたね。こちらの方も楽しみにしたいと思います。続いてニュースはイトラ、新型コロナウイルスに対する大会主催者のオペレーションガイドラインを発表というニュースでございます。で、まあ、イトラ国際トレイルランニング協会ですね、こちらの方も、まあ、この COVID-19 ですね、英語で言うと COVID-19、新型コロナウイルスの影響下で、対してアクションを起こしています。まあ、こういったコロナウイルスの影響下で大会主催者がどういうふうに大会再開運営に臨んだらいいかということをまとめたオペレーションガイドラインというのをですね、このイトラが発表したんですね。もちろんこの地域によってですね、国とか地域によって状況には差があるんですけれども、まあ、そのぞれの国の当局ですね、保健公衆衛生当局が、まあ、発信している方針であるとか規制といったことに従うということがまず前提なんですけれども、まあ、参加選手に限らずこうボランティアの方とか主催者あると大会運営の関係の皆さんの健康と安全に配慮して大会をやっていきましょうというような大原則を掲げていますね。で、まあ、その上で具体的にマスクをどういうふうに使うかとかですね、ソーシャルディスタンスをキープしましょうとかですね、いったことであることから始まって、まあ、受付でやるとかコースのこのスタートはこういうふうに距離を空けましょうとか、まあ、ブリーフィングのやり方とか、まあ、コース上ではこういったふうに、ルールを守りましょうとか、こうかなり具体的なこうチェックリストを示しているという、そういったガイドラインになります。まあ、日本でもね、日本スポーツ協会がこういったスポーツ時のガイドラインを示していらっしゃいますし、トレイランニングに関連して、トレイランニング、スカイランニングに関連しても、それぞれの日本の競技団体の方でですね、まあ、ランニングの場面に即したガイドラインというのを出されていますけれども、まあ、こう世界的なこう競技団体の方でも対応が進んでいるということであります。はい、続いてはマスクランですね。マスクランのペースはゆったりでと、スポーツ科学の専門家がアドバイスといったニュースでございます。これはですね、日本でトレイルランニングシューズとかウルトラランニングシューズで有名な、まあ、アルトラのブランドをですね、展開されているストライドラボの方でですね、から発信されたニュースですね、を私の方でこう紹介させていただくと思いきたいと思いますね。ですね、今まあこうコロナの影響の中でマスクをつけて走りましょうということが言われているわけなんですけれども、このマスクを着用している時のランニングは、まあ、マスクをつけてない時と比べてこう心肺への負担がすごく大きいということでですね、この調査結果ではマスクをつける場合は、まあ、こう強度を落とすか高強度のランニングをする場合は人混みを避けてマスクをしないことが望ましいという調査結果が発表されました。でですね、まあ、この今スライドでご覧いただいているのはこのマスクを着用すると、まあ、これだけ、こう負担が大きいっていう話なんですよね。まあ、呼吸のこの息を交換できる吐いて吸ってというこの量がマスクがあるとまあ 24% 下がってしまうとかですね、まあ、あとそれ酸素で取り込める酸素でいうと 13% 下がってしまうとかいうようなことで、まあ、高強度の運動をするときはですね、まあ、VO2 MAX に 100% に近いような運動なんかしたりするとかなり負担が増すということなんだそうですね。で、まあ、そこで、まあ、マスクランはゆったりしたペースでやりましょうと、まあ、その VO2 MAX でいうと何ですか、まあ、80% 以下みたいなぐらいのそれぐらいのペースにしましょうということであったり、あるいはもっと追い込んでトレーニング効果をこう追求するようなランニング VO2 MAX に近いようなランニングをされる場合は、まあ、マスクを外して距離を空けて走りましょうというようなそういった提言をしてらし、そういった提言であります。ストライドラボさんのですねプレスリリースからご紹介いたしました。
あと、まあ、UTMB のバーチャルレース、UTMB for the Planet が開幕ということであります。これは、先週のですね、DC ウィークリーの、先週じゃないですね、今週か、DC ウィークリーの、DC ウィークリーじゃない、DC 独裁キャラバンの記事としてもご紹介いたしましたけれども、まあ、バーチャルレースということで、開催されまして、20日から7月の20日に開幕して、まあ、8月の30日までですね、ちょうど UTMB の、UTMB モンブランのですね、まあ、期間が、開催されるはずだった UTMB モンブランが終了するまでの8月30日まで、オンラインで開催中ということであります。で、まあ、エントリーはこちら無料なんですけれども、まあ、ぜひドネーションをということで、UTMB が協力している WWF、フランスのですね、WWF の方への募金、寄付がですね、ぜひお願いしますということで呼びかけられています。私もですね、一応エントリーしようかなと思ってるんですけど、まだどの距離にするかは決めてないんですが、一応アカウントは作って、自分の走ったログは、こう、ガーミンとかですね、スントとか、プラールからでも、この、アップロードできます。あと、まあ、それ以外にも、その GPS、自分でスマホとかで撮った GPS ファイル、GPS ログとかをですね、それをまあ、手動でアップロードすることもできるようですね。割と気軽に参加できます。あと、まあ、UTMB、CCC、OCC に、抽選で3人の方が、まあ、エントリーできるというような特典も設けられているようです。まあ、今ちょっと見たところ、まあ、でそれぞれもうすでに1000人以上ぐらいは、エントリーされているようですので、まあまりこれは当てにして参加するっていうのはちょっとあんまり現実的ではない、あんまり当てにしない方がいいかと思うんですけど、まあ、そういった1000人の中から3人選ばれたらラッキーかなと、まあ、そんなこともまあ、楽しみにしながら、このバーチャルレース、参加していただけると良いのではないかなと思います。というわけで、今週末開催のイベントであります。今週末開催、実際にリアルで開催される大会っていうのは、私が調べたところでは、このスピードウォード 50K ですね。これはですね、まあ、ユタ州でスノーバードリゾートっていうところで開催される大会で、まあ、カール・ベルツァー、これはまあ、アメリカのウルトラランニング界の、まあ、レジェンド的な存在ですよね。100マイルのレース、もうすでに40代、もう50歳超えたのかな、まあ、私なんかよりもちょっと少し年上のカール・ベルツァー選手ですけど、100マイルのレースをですね、もうたくさん走っていて、まあ、強い選手として知られている彼が、まあ、そのオーガナイズするスピードゴート 50K がですね、まあ、予定通り今のところ開催される予定であります。で、その他の大会は軒並み中止が続いております。ご覧いただいている通り、国内ではですね、分水レイトレイルとか、あとは OSJ 御嶽100ですね、こちらも中止ですし、あと野沢温泉とか、そういったところが今週末開催されるはずだった大会でした。海外の方なんか見ていても、スイスアルパインダオスなんかですね、クラシック、まあ、すごくトレ山岳ランニングのです、ね、レースとして、すごく伝統のあるレースですけど、こちらはまあ9月の19、20に延期ということが今のところ発表されています。というわけでございました。今週の DC ウィークリーレビューということでご覧いただきました。私もですね、まあ、引き続き最近おまけコーナーなんですけれども、私もまあ引き続きいろんなとこ、近所を走っておりますね。まあけど、まあ、毎日のように走ってるとコースがワンパターンになってきますので、まあ、そういう時にはですね、このストラバのアプリを使ってですね、まあ、エクスプローラー機能って、コースの探索機能っていうのがあるんですけども、そこで例えば10キロとか15キロとか、あるいは20キロとか、そういうコースを入れて、あと、まあ、このアップダウンが大きいか、フラットかっていうようなことをこうピッピッとこう選択してやるとですね、いくつかこんなコースはどうですかということで、こうストラバの方でですね、サジェストしてくれるという機能がありまして、まあ、それを使って、じゃあ今日はこのコースでと。でそれをですね、このこう保存するとですね、
私の場合、このガーミン、あ、こちら、ガーミンのこうランニングウォッチを使ってるんですけれども、ストラバ上で保存すると、ガーミンの方に、こう、ガーミンのコースの方にもこう自動的にコピーされて保存されると。だから、イメージで言うと、このスマホで、このストラバのアプリでコースを保存する、検査、おすすめしてくれたコースを保存すると、このガーミンの時計から、そのコースを選んでナビゲーションしてくれるように設定できるということなんですね。もちろん GPS で、GPS じゃないの、Bluetooth でこうリンクさせるとかね、こういうことはあるんですけども、かなりシームレスにそういうことができるんですね。で、そういうのを使うとですね、なんか今まで全くこんなところあるんだな、近所にこんなところあるんだなっていうところに連れてってくれるのがすごく楽しくてですね。私の場合はまあどちらかというとこう、私の好みはですね、まあ、なんていうか人があまりいないところというか、畑というか、こう雑木林みたいなところの脇を通るとか、そういうところですかね。まあ、こう電車とかバスとかではあまり行きづらいところ、そういったところが見ると、あ、こういう場所があるんだなっていうことを改めて発見していいなというふうに最近思うことを考えており、そんなふうなランニングライフ。そんなところでしょうか。今週の DC ウィークリーをお送りしました。来週もまたちょっとこなれてない構成なんですけども、頑張ってやっていきたいと思います。毎週やる、こういうのやるってなかなかこうオペレーションを最適化してこうパパパッとこうできるようにしないといけないんですけども、なかなかそこをちょっと今試行錯誤してまして、うまくいくように皆さんにタイムリーにご覧いただいてお楽しみいただけるようにしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。DC ウィークリーレビュー岩佐でした。ありがとうございました。